こんにちは。変えるものと変えられないものが確かに誰にも存在します。何一つ変えられない人ってのは、まあなかなかいないと思うんですよね。まあ例えばその大きなものの中に収入源を変えることができるかどうかっていうのはあります。確かにこの生活保護に入っちゃうと生活保護から抜け出すのは難しいっていう考えもありますけども、まあそれもですね、難しいからといって何も手を出さなければ変わりようがないんですよね。でも難しい中でも自分だったらこなせるものから少しずつ積み上げていくとかね、まあYouTube を使っても十分抜け出すことはできると思いますし、まあ収入をね少しずつ上げていくっていう方法も当然あるわけなんですよ。でここに立ちはだかってくるのが、これはねどういうふうに考えればいいのかってことですけども、生活保護してると、その例えば収入が2万円上がったら生活保護費からちょっとね2万円相殺されちゃうんですよね。そういう仕組みがあるみたいなんで、まあ頑張って稼いでも全然取られちゃうから虚脱感があるっていうことなんですけども、そこは抜け出したいなら、例えばね少しずつ稼いでいって、自分の稼ぎの収入が例えば月に15万とか20万になりましたって言ったら、それ生活保護をもらわなくてもやっていけるんで、なんていうかな、そのぐらいやっていけるんだったら抜け出せるんではないかなと思うんですよ。もちろんいろんな事情で、毎月2万とか3万ぐらいしか稼げませんっていう方は、一生懸命働いて稼いだお金が2万3万で生活保護費が相殺されて結局収入は一緒ってことになりますけども、その働く場を得たっていう喜びがもしあるんだったらちょっと続けていけると思うんですよね。でも働くのがそもそも苦痛ってことだったら、もうその働くってことはやめた方がいいと思いますし、で今は働かなくても収入源ってのは作れるんで、自分が楽しいことをやってそれが収入に変わるって方法はありますから、まあね、私の顕著な例で言ったら、私 YouTube が好きなんで YouTube の動画こうやってバーッと出してますけども、そうすると収入は上がるんですよね。まあ、広告収入もそうですけども、やっぱりこの私の動画の中で紹介するものってのは一定数売れるんですよね。ただ最初から売れたわけではないですけども、それこそ何年かかかりましたけどもね、まあでもそんなもんじゃないかなと思うんですよ。会社員になっても結局最初の1年とか2年は人から物を教わったりとか、パートさんに教育を受けたりとか、研修に行ったりとか、本当に自分を鍛えるだけで、どちらかというと自分は生産性をねすごく貶めてる方だと思うんですよね。だったかなと思うんですよ。それはね、見ず知らずの会社に入社して最初から利益出せる人ってなかなかいないですからね。まあ、3年ぐらい経ってからやっと自分の給料に見合った給料が利益が出せるようになるぐらいだと思うんですよね。だからやっぱりこうそう考えていくと、まあ、例えば今回生活保護例にとっちゃいましたけども、生活保護から労働市場に変わろうと思った時もやっぱ3年ぐらいはかかるんだろうなと思うんですよ。もちろんもっと早ければそれに越したことはないですけどね。まあ、だからといって私は生活保護の人に働いて稼ぐよっていうつもりは全くなくって、生活保護も一つの収入源だと思うんですよ。プラスやっぱりこう時間の消耗がすごく少ないんで、そういう面ではですよ、まあ、悪くはないかなと思うんですよね。まあ、けどやっぱり生活保護の方には生活保護のなりの不満があると思いますんで、そこを無視してるわけではなくって、今回はその収入に限って言えばなんですよね。そして収入源っていうのは選んでいくことができますし、どうしてもこれじゃないとダメっていうふうに押し付けられるものではないと思うんですよ。今の収入のやり方を誰かから強制されてるわけではなくて、自分でやっぱり選んで何かしらのこう書類書いたりとかね、出勤したりとか振り込みしたりとかっていうのだと思いますんで、なんかねやっぱり自分で選んでるところが多いのに、その自分で選んだものが選ばせるを得なかったっていうふうに湾曲してしまうことがあるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、例えばね、家を買うときに一括で買えないからローンで買うしかないとか言いますけども、そもそも一括で買えないものを借金して買うのはどうなのかなとかね、それはやっぱり家賃でいいんじゃないかなとかね思っちゃったりするわけなんですよね。で、私はその一戸建てを買ったから思うんですけども、こんなのローンで、私はだったらローンだったら買わなかったなと思うんですね。それ恐ろしいですよ。30年以上のその金利を払い続けるとか債務者であるっていう現実ですから、ローンっていう言葉使ったら分かりにくいけど、単なる債務者ですから、長期債務者ですからね、それは怖いですよね。それこそなんか伝染病みたいなのがあってロックダウンになって仕事がなくなったら、一気に返済が滞って、任意売却とかになって、いつでも首に縄をかけられてる状態でやっと住んでるみたいな状態に私は思えちゃうんですよね。でも一括で買ったら補修費とか結構ねかかるんですけども、基本的には衣食住には心配がないかなっていうところはありますね。スタートラインとして
衣食住には、うん、特に心配がなくて、うん、でそこから発展していけるかなってところもありますし、そもそも私も平和公園で暮らしてましたんでね、むちゃくちゃ税金の恩恵でやっていったっていうことで、うん、あの2年はちょっと大きかったな。平和公園で過ごした2年っていうのは、うん、なんかすごくいい体験だったですね。まさかそこからねネットビジネスにどっかで出会ってなんかパソコン買ってやるっていうのはね、まあ選んだわけですけどね、自分で。まさにネットビジネス、それは若いやつのやることだろうって思わなかったわけですよ。いやこっちはね若いやつに負けないぐらい生きてんだよっていう、どっちかって言ったら新しいものは年を取った方が有利だぞと、うん、それはねやっぱり私も当時40歳でしたけども、40歳ってことはその分だけ新しいものに触れ続けて40年経ってますからね。もう39歳の時にも新しいものがあった、38歳の時にも新しいものの出会いがあった、30歳の時にも新しいものの出会いがあった、20歳の時でも新しいものの出会いがあった。だから新しいものだらけですよ、毎年毎年。これからも新しく初めて聞いたものとかあるでしょうけどもね。まあでもね、その新しいものが常にあって古いものばかりでやっていこうとする方がここ難しくって、本当どっちかって言ったらね、新しいものに、まあ、本当に変化していく、順応していく、受け入れていくしかないのかなと思いますね。まあそんなとこですかね。新しいものを受け入れていくとかね、新顔を受け入れていくとかね、新参者を受け入れていくとか、そんな感じじゃないですかね。やっぱ年を取るとね、あの新参者をなんか拒絶して長い付き合いの人を大事にするみたいなことがあるのかなと思います。長い付き合いのものとかね、いや今更固定電話手放せないよっていうことはないと思いますけども、どんどん古いものを脱ぎ捨てて新しいものにね着替えていくと、まあ服もねほころびる前に脱ぎなさいって言いますからね、ということじゃないですかね。やっぱこう自分のサイズに合ったもの、そして自分の時期に合ったもの、年齢に応じた人格と年齢に応じた社会とのすり合わせ、ある意味妥協とかね、そういうのもいるんではないかなと。うまくこの社会の波にこう取り込まれていくと、上手に取り込まれていくってことですかね。長いもんに分かれるわけではないですけども、で流れに身を任せていくっていうふうな言葉で締めましょうか。はい、人生は川の流れのように、その流れに身を任せて、もうね逆らわない、上流に泳ごうとしない、そんな感じですかね。はい、そのままもう大きな大いなる海へたどり着く日をね、楽しんでいくってことだと思います。いってらっしゃい。